ずっと家にいるとストレスが溜まりますので、私も外でジョギングやウォーキングを楽しんでいます。体力維持と免疫力アップのために皆さんも運動を心がけてください。その時にはマスクを忘れないようによろしくお願いします。